勝利者インタビューです。本局語れました里見香奈女流四冠に、インタビューを行います。まずお疲れ様でした。まず、妹である里見咲女流初段との、対戦になりました。対戦までに、思っていたことなどありましたら教えてください。そうですね、本当に対戦が決まった時はすごく純粋に嬉しくて、はい、まあ、今日の日を楽しみに過ごしてました。内容なんですけれども、まず、3手目に2六歩と突かれまして、居飛車を用いられました。これは事前の、作戦だったのでしょうか。そうですね、まあ、かなり作戦はいろんな候補があって迷ったんですけど、なんかその定石系じゃない形を選ぼうと思って、まあ、お互い力で、まあ、勝負したいなっていう気持ちが強かった。その後中盤になりまして、5筋に金銀を、手厚く構えまして、相手の手を消すような指し方を、選ばれたかと思います。そちらに関してはいかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、自分の棋風に合った指し方を、はい、心がけてました。一局を振り返って、いかがですか。そうですね、戦型的にも振り飛車側がさばけるか、まあ、居飛車が抑え込むかっていう戦型なので結構一方的になりやすいんですけど、まあ、本局はうまく抑え込めたかなっていう、はい、将棋でした。ありがとうございます。今日勝ちましてベスト8進出が決まりました。はい、今後の意気込みについてお願いいたします。はい、まあ、そうですね、一局一局その目の前の対局に全力を出し切れるように頑張っていきたい。ありがとうございます。以上で里見香奈女流四冠のインタビューを終了いたします。ありがとうございました。